ドラゴンボールタイマー5話で分かったこと、気になったこと7選です。ごめん、動画遅れました。そしてリアクション動画は一旦終わりにしたいと思います。あまり重要ないかなと思うので、一旦終わりです。ではまず、大魔界の人は誰でも一つ魔法が使えるという、ことが分かりました。パンジちゃんの場合はテレキニシス的なこと。まあ、なんか小さい輪みたいのね、持ち上げておりました。そして、海洋神の名前確定。シンプルに神。はい。まあ、これはね、もう最初は見てたら、ちゃうやんってなるんですけど、まあ、一旦ね、ここだと、一応神って名乗ってたのは初かな、ここが。うん。なんか天下一武道会では神って書いてあったので、まあ、名前が神なのかな、まあ、海洋神の神から取ってんのかな、みたいな。そう思ってたんですけど。まあ、シンプルにこれが名前みたいですね。第七宇宙。まあ、その、悟空たちの世界での名前はシンとなっております。で、続いてが第三魔界の人らは、寿命がですね、千歳ですね。なんか、まあ、クソ長いですよね。まあ、クソ長いけど、まあ、もうちょっとこう寿命、なんかね、5000歳とか1万歳とかぐらいあっても全然不思議ではない感覚だったので、あ、1000歳なんだみたいな。シンプルに多分人間の100倍か100倍ぐらいって感じで、もうちょっとあってもおかしくなかったんですけど。まあ、なんとパンジちゃんは、82歳ということで全然悟空より年上っていうね。俺らからしたらババアっていうね。はい。でもあっちだとまだ全然幼い少女って感じで、10代なのか、2桁いってないのかって感じですけど、見た目がね。で、ゴマーがデンデを生かしたのは新たにドラゴンボールを作らせるためという感じでね。なんでね、ゴマーがわざわざデンデをね、生かしたのかっていうのも、なんかちょっとね、殺しそうになった描写もあったんですけど、いや、やめとこうってゴマーが言ったんですね。デゲスはやっちまおうと思ったんですけど、結構ね、人の心ないんですけど、デゲス。まあ、なんかね、生かした理由があるかなと思ったんですけど、まあ、シンプルに、また一から、今、デンデ赤ちゃんの状態なんで、まあ、そっから育てて、自分色に染めて、ドラゴンボール作らせる才能はもう持ち合わせてるので、ドラゴンボール作らせて、またドラゴンボールをこの大魔界でも作らせるっていう計画ですね。自分たちの大魔界にいるドラゴンボールは使えないのでね、ネバが、まあ、玉神っていうのを作ってしまったので。はい。そして、作ったはいいけど、誰もまだ使ったことがないっていうね。はい。ワンチャンさ、玉神ってさ、その、自分が作ったドラゴンボールで作った戦士なのかなって思ってるんですけど、どうなんだろう。じゃなかったら、本当にネバってバグってるよね。うん。ドラゴンボール作って、その守り神も作って、それがバカ強いっていうね。で、パンジちゃんは大魔界のお姫様。っていうね、カダン王っていう新キャラクターが出てきたんですけどね、第三魔界の治める王。はい。なんで、3人いるんですね、王は。で、その中の一番が、今のキングゴマ、大魔王ですね。って感じで、パンジちゃんはそのカダン王の娘。今のところ兄弟は出てきてないですよ。まあ、一人っ子かなって感じで。で、先ほども言ったんですけど、カダン王登場と。で、あと、ハイビスカスから多分名前取ってると思うんですけど、ハイビス。オープニングやエンディングにも出てきた、ちょっとふざけた顔の、なんかちょっとね、ミスターポポ感が出てるやつで。で、その後に、まあ、ブルマたちを迎えに行くっていう役目を与えられましたという感じでね。以上、気になったこと、分かったこと、7選でした。はい。では、引き続き、第6話。そしてもう第7話まで出てるんで、そちらもちょっと撮っていきたいと思いますので、よかったらね、他の動画を見ていただいて、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。これからもドラゴンボールの動画、どしどし出していきますので、よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。おっつおっつ、バイバイ。